にちは、クイズキュンです。今回は発想力が鍛えられる熟語の穴埋め問題です。空欄を埋めて4つの二字熟語を作ってみてください。それでは早速やってみましょう。1問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。正解はこでした。なぜ事故、故障、故意となりますね。最初の問題でしたが、ひらめくことができましたか？それでは次の問題に行きましょう。2問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。正解は行でした。産業、異業、業界、業績となりますね。正解できましたか？3問目です。四角に入る漢字は何でしょう。終了です。正解は節でした。関節、かつお節、節句、節会となりますね。ひらめきましたか？節会とは正しいと信じる心、意見を固く守って世間に流されないことを言います。ちなみに節会にをつけるとおせっかいとなりますね。おせっかいとは必要もないことに口出ししたり世話焼きしたりすることを言います。同じ漢字でもおがあるかないかで意味が全く異なるのですね。それではおまけの問題です。四角に入る漢字は何でしょう。タイムアップです。この問題の答えはクイズキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に動画の URL を記載していますので、わからなかった方はチェックしてみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございます。ズッキュンできましたか？よかったらコメントと高評価、チャンネル登録で応援をよろしくお願いします。それでは次回の挑戦もお待ちしていますね。